さん、こんにちは。しおりちゃんのりみです。今回は、りみのランドセル紹介をしたいと思います。はい。まあ、抜き打ちは抜き打ちです。言っちゃったんだけどね。するよとは言った。名前だけ隠してとは言ったけど、中身は別に掃除したりとかはしてないと思います。はい、まあ、りみちゃんのランドセルいつも汚いんだけどね。うん、いっても4年生になってから初めてかも。4年生じゃないが3年生でした。3年生になってから初めてだよね、ランドセル紹介だよね、うん、そう、ずっとまあ学校行ってなかったからね、最初の頃ね。どんなんでしょう、4年生じゃない、3年生なんで1個上に来たんだ。りみは4年生じゃないよ。じゃあ、はい、ランドセル持ってきてください。リリー、じゃーん、すごい。最近このカバー取れちゃう。取れちゃった？取れちゃうの。取れちゃうのか。なんかこうなったりしちゃう。うんうん。はい、でもこうやってやってんだよ。学校で。そっか。はい、じゃあリミちゃんのランドセルはまあ水色のやつですね。水色。今日の服も全身水色。本当だ。ちょっとこっちずれてみて。映るかな。ズボンも水色。ほんとだ。やば、今日水色だねって言われなかった。歩いてて全部水色じゃん。これ前来た時は水色って言われたけど。言われた？今日は水色だねって。水色着てるからね。うん、リミちゃんじゃないかと思った。そうだよね、いつも黒だもんね、上はね上は黒で下があのデニム地みたいなのが多いよね。キーホルダー、今何つけてるの？まず、お守り。はい、子供お守り。カエル、うん、無事カエルね。無事カエルの、ね、次。ああ、謎謎。ここね、取れちゃった。あらららららら。次、これ前からつけてるよね。新品謎謎。謎謎なんだっけ、これさ、どこで謎謎買ってるかって言ったら、あれ成田さんだよね。成田さんでお参りするときになぜかリミは謎謎を買うという。次、うん、リミが作ったモールのキーホルダー。へえ、作ったんだリミが。そう。へえ。次、うん、友達とお揃いの、うん、ああ、あれ、おみくじ。どこで買ったんだっけこれ。どっかでお土産で。これと一緒に買ったんだよ。あ、そうだっけ。3人ぐらいの友達と一緒なんだよね。色違い、鈴の色が色違い。これね、暗くするとね、うん、光るの。あー、そうだったそうだった。なんかお友達に言われて、そうだったのって。お友達に言われたんか、自分であげたのに。理由知らなかった、うん、はい、じゃあこんな感じですね。はい、じゃあね、名前はちょっと隠させていただいたんですけど。どこかへ。どうする、ここ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 。そうだね。じゃあ次、ローマ字の。おー、ローマ字を覚えようだって、ローマ字表。そう。すごい。こっちにはね、うん、キーボード書いてある。これね、うん、あれの時にね、もらったあれ。あれって何？あそこ、タブレットの時にもらって。そうだね、今の子たちはみんなね、もうタブレットが授業でやるというね、うん、はい、次行きましょう。ジョンジョン行きましょう。そっちに出して置いとこっか。あ、そう、下に置いとく、絶対なだれる。覚えしない。もう置いときなさいって言ったんだから飛ばさないの。次、4年生に使う図工。はい、次、はい、算数の下。はい、次。あ、なんかプリント出てきた時に名前書いてある。何それ。リリ、あ、テスト違う、プリントか。プリント、算数のプリント。リは、ミは出ていいよね。うん。はい、いいよ、プリントね。テストじゃなくてプリントでした。次、漢字スキルの。はい、漢字スキル。ごめん。はい、本当は学校にある理科のノート持って帰ってきちゃったのね。はい、次、うん、本当は学校にある英語の教科書持って帰ってきちゃったの。置いてきなよ、重いでしょ。次、はい、自由帳。そう、今それなのね。教科書、教科書、算数だね。今使ってみよう。はい、算数のノート。はい、あともうちょっといなくなっちゃう。こうなきゃ。次、
国語のゲ。ゲ。あ、最近もらった？うん。まだ使ってないよね。うん。うん、でも来週に使う。あ、そうなんだ。から向けてる。はーい。次。今使ってる国語。国語。次。国語のノート。国語のノート。はい。次。下敷き。下敷き。これはもう1年生の時から使ってる下敷きだよね。これね、うん、今日ね、こうやってしてたらね、うん、それお友達にもしたらね、うん、なんかこれすごい風来るって言われて。うそ。お友達のね、下敷きよりも薄いの、これ、うん。薄いんだ。へー、薄いから、薄い方が来るの？わかんないで。もうとりあえず、もう3年目ですね、その下敷き。あおー、くるくる。これ弱気よ。うん。みんな下敷きで仰いでんの？そう。次、連絡帳。はーい。次。計算ドリル。はい、とノートね。はい。次。すごい入ってんね。漢字スキルの。磨きバージョンか。なるほど。次。うん。自学ノート。自学ノートね。次。うん。あ、これ音読だっけ。はい。二字書いてる。二字書いてある。次。連絡帳。はい、連絡帳です。何も入ってないけど。うん。使ってない。最近使ってない。次。給食？袋。袋？前の。前の？ちょっと今日のじゃないの？うん、次。何それ？前、音楽の時のミッシュ。ミッシュ？それいつのよ？一昨日。何したのそれ？タオル持ってこなかったから、ミッシュにやったの。怒られた？ん？怒られた？タオル忘れて。怒られた？ママ、次からは必ず持っていきましょう。でも先生厳しいんだよね。でも大丈夫だった。うん。やっぽー。もうないの？もう。次。汚い雑巾とか出てこなかったね、今回は。かかー。はい。折りたたみの箇所ね。1年生の時のやっぱり水色だね。次。何それ、割り箸出てきたけど何それ。わたあめ。わたあめ。なんかね、うん、りみちゃんお菓子持ってっちゃダメでしょ。夏祭りの時のね、うん、わたあめにね、うん、メッセージ書くの。へえ。3年生になって作ったの？そう。みんな綿飴作ったの？うん。で、メッセージを割り箸に書いて、うん、飾るの、教室に。そう。これ、これで飾る。りみちゃんはなんて書いたの？一年間よろしく。一年間よろしくって書いたの、うん、すごい綿飴入ってました、皆さんが、ランドセルに。一年間よろしく。本当だ。見えてない気がする、うん。ダメじゃんって感じだね。綿飴持っていっちゃいけません。空っぽののり。空っぽののり。なんで空っぽののりが入ってんの？学校から。あ、空っぽだから持って帰ってきたのか。そう。でもね、これ捨てられないの。うん、なんで？なんで捨てられないの？このやついいの。え？気に入ってんの？でも中空なんでしょ？また入れればいい。そこまでして使いたいの？同じのりはもう売ってないの？売ってる。じゃあ、新しいのり買ったら嫌なの？なんで？なんで？なんで？次。もういいや、はい。算数のやつ。あ、算数のなんだっけ？これあんま使ってないけど。算数セットみたいな感じのやつか。そう。うん。もう使わないのかな？何それ？あのね、お友達にもらったの、学校で。プーさん？ああ、そっか、定規もらって、そのカバー。うん。っていうか、入ってた袋ね。そう。入れっぱなしだったのね。うん、次。何それ、封筒？ああ、休みの時にお友達が、とかが持ってきてくれるやつか。中にお手紙とか入れて。ああ、そう。ああ、それをそのまま入れてたのね。そう。はい。もういらないんじゃない？それも。うわ、なんか出てきた。テストだ！違うよ。テストじゃないの？ちょっと。違うよ。テストじゃないの？何？緊急事態宣言で自粛中にやったやつ？そう。あ、それを先生が見てくれたってやつか。そう。ああ、それまだ入ってたの？うん。しかも随分と折り曲がって奥の方に。もうそれはいらないかな、さすがに。終わり。終わり？空っぽ？空っぽ。ほら、はい。じゃあ次最後、ポケット。ポケットは何も変わってないんじゃない？どうなの？予備の。綺麗ね。そう。はい、綺麗なナプキン。次。マスク。ああ、予備のマスクね。これは必須ですね、今ね。うん。リミちゃんはどうしてもこの白いマスクがいいんだよね。次。
なにそれ、なにこれ、子供新聞みたいなやつだ。あー、学校でもらったの。うん、子供新聞だ。もうそれもいらないんじゃない、りみちゃんには。うん、ね、子供新聞って書いてある。子供新聞もらったの。なおみ、え、これなおみ、どれ、あ、そうそう、渡辺なおみさん。何、友達なの、ナオミって言って。ちょっと何かと思った、急にナオミとか言うから、もう何かと思ったじゃん。渡辺ナオミさんね。でで知ってたんだよ、ね、めっちゃ綺麗。んこれチームラボだった。あ、チームラボの宣伝のやつが載ってた。ほんとだ、綺麗。ほんとだ。最後、まだ、鍵。あ、鍵ね。鍵はもうね、ちょっと隠して。そう、プーさんのね、あの伸びるやつにつけてます。はい。おー、すごい伸びる。怖い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 。あまりね、出番ないけどね、この鍵はね。うん、はい、以上でございまーす。昔よりは綺麗になった。でもこういうのとかあったけどね、この丸まってるのとか。あとびっくりしたのは、ちょっとこの綿飴。え、おかしいと思って。このお菓子こんな感じ。そうそう、綿飴持ち歩いてんのとかちょっと思ったけど。で、なんとね、筆箱がないんですよ、皆さん。あれ、リミちゃん、筆箱は？学校。学校に置いてきちゃっていいの？うん。いいんだ、置き筆箱あり？あり。ありなの？うん。先生、いいって？言ってないけど。言ってないけど、置いてっちゃってるのね。いつもだよ。そうなんだ。だそうです。ということでね。はい、これ友達にも見られんのかい。はい、ということでね、今回はね、汚い雑巾とか出てこなくてちょっと安心しました。やっぱね、3年生にもなるのでね。まだちょっとね、汚いゴミとかあったけど。はい。それでは、バイバイ。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 Goodbye, see you next time. See you. これね。ん？どれ？今言ったやつね。うん。学校で言うんだよ。どれ？ Goodbye, see you next time. See you. 学校で言ってんの？何？クラスがバイバイってした後？英語のバイバイ。ああ、英語の授業の時？そう。へえ。だからね、うん、しーちゃんになんで知ってんのって言われる。ああ、そっかそっか、その英語ね。うん。え、ここ入れんの？折りたたみだけ。あと全部ゴミだった。わたあめ入れなくていいんですか。わたあめ、わたあめ入れやん。入れんの？入れなくてよくない？わたあめここ一個しか入れない。ここに海苔とか詰めちゃった。でもそれさ、もう使い終わった海苔なんでしょ？持っててもしょうがなくない？なんで持ち歩くの？意味わかんないんだけど、なんで？意味わかんないの？何よ？だって意味わかんないでしょうよ、だって。なんでよ？だって海苔でしょ？もう使い終わった海苔でしょ？うん。もうそれ持ってってもしょうがないじゃん、使わないのに。しょうがなくないよ。新しい海苔はさ、もう学校に持ってってんでしょ？うん。じゃあそれ使わないじゃん。使う。どうして使うの？ただ持ってるだけ？使う。何使うの？うん。本当？使うよ。うん。うん。うん。もっとさ、入れ方。